へー、どうもどうも、たじまっちでーす。今日はクレープを作りまーす。イエーイ。チーリン、うまく作れるかな。作れると思う人はグッドボタンよろしくね。それでは早速いこう。たじまっちの動画。では早速いきます。まずはこれね、見えますか、こちらの液体をね、これに垂らします。よいしょと、もうちょっと垂らすか。よいしょと、 OK。 で次はこれでね、かき混ぜます。ぐるぐるね、ぐる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 。あ、いい感じにできておりますね。お、焼けた焼けた。で、クレープは薄いから早めにひっくり返しましょう。よいしょと、じゃん。で、表面も焼けたと思うから、これもお皿に移します。よし。で、今からこれにね、トッピングしていきます。そうだな、まずは生クリームでしょ。よし。お次はチョコをちょこっと、ビョーン。で次はこじまっちアイス好きだからアイスをのせました。いっぱいのせちゃう。ひーれ、よしよし、アイスもりもりで、いちごもね、のせちゃいます。オッケー、オッケー、ふぃー、ちょっと、よし、なんかアイス溶けたわ。へー、見て見て、できたよー、クレープ。ではいただきます。あまま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 、えーちー、あまままままままごちそうさまでした。へへ、うまかった。こじまっちのクレープ食べたい人はチャンネル登録、グッドボタンお願いね。それではまた次回別の動画でお会いしましょう。なーやー。